いつものペラやアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデル日産 GT-R ブラックエディションをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は 1000km 満たないお車となっております。目立つ傷、飛び石と一切ございません。大変綺麗なお車でございます。こちらのお車、外装色がブリリアントホワイトパール、インテリアがブラックレザーの組み合わせのお車となっております。2017年モデルのお車ですので、大幅なデザイン変更が加わったお車となっております。フロントに関しましては、こちらの V モーショングリルが採用されております。またこちらフロントバンパー、サイドスカート、リアのバンパー、デザインの方が変更加わりまして、より空気抵抗が少なくなり、安定した走りをお楽しみいただける GT-R となっております。こちらのお車は搭載されておりますエンジンは 3.8 リッター V6 ツインターボ、馬力は570馬力のお車です。2015年モデルが550馬力ですので、約20馬力のアップに成功しているエンジンとなっております。アルミホイルはレイズ製単造20インチのアルミホイルが装備されております。キャリパーも高性能のブレンボーのキャリパーが装備されておりますので、ブレーキ制動力も非常に高いお車となっております。リアの方 GT-R らしく非常に迫力のあるデザインとなっております。伝統の丸め4灯デザインに、マフラーの方は4本出しの非常に大きなマフラーが装備されているお車です。トランクの方ですね、開けていただきまして、しっかりと奥行きがございますので、お荷物の方はしっかりと積んでいただけるお車です。では続きましてインテリアご紹介させていただきます。インテリアですね、シートの方ブラックエディションとなりますので、レカロのシートが装備されております。非常にホールド感もよく、安定した走りをお楽しみいただけるお車です。またステッチはレッドステッチ、こちらシートの方もレッドが刻まれておりますので、非常にかっこよく仕上がっているインテリアとなっております。ではエンジンの方かけていきます。ステアリングですね、こちら2017年モデルよりパドルシフトがステアリングと一体型になりましたので、ハンドルを握りながらシフトチェンジが可能になっております。マルチファンクションも装備され、こちらでクルーズコントロールも装備されているお車です。ナビゲーションは純正の8インチのタッチスクリーン付きのナビゲーションとなっております。こちらのテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラもしっかりと映るお車です。またこちらファンクションボタンですね、押していただきますと、このように車両状態が確認できるようになっております。またこちらのボタンで車両セッティングですね、変更が可能になっております。シフトの方は2017年モデル変更が加わりまして、トランスミッションのギア比が見直されております。より安定した走りと静粛性を楽しめるお車です。スピーカーは BOSE のスピーカーが装備されておりますので、音楽もお楽しみいただけるお車です。特におタバコの匂いとせず、非常に状態良好なインテリアでございます。では今回は2017年モデル日産 GT-R ブラックエディションをご紹介させていただきました。走行距離も非常に少ないお車ですし、内外装ともに非常にコンディション良好なお車となっております。車検の方も平成32年の1月までたっぷりと残っているお車となっております。2017年モデルのお車ということで、マイナーチェンジではありますが、フルモデルチェンジに近しいほどの大幅な進化を遂げているお車でございます。市場にもまだまだ台数の少ない大変希少なお車でございます。日本が誇る究極のスーパーカーを楽しんでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。